どうもフランチェスカです。さあ今回はリクエストにもいただいていたピアスのコーディネートをしていきたいと思います。でね、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、もう季節は真夏真っ只中でございます。お盆終わっちゃったけどまだまだ暑いですけど、外ね遊びにも行けないし、やっぱりこう季節感を何かで感じたいって思ったらね、ファッションだったりね、私だったらピアスだったりっていう風にね、見た目から入って気分を上げていくってね、楽しいなと思うので、今回は夏にぴったりなピアスコーデをしていきたいと思います。で、今回使うピアスは私が以前から持っていたピアスを使おうと思うので、新しく購入したものではないんですけど、テーマは夏のマーメイドの泡でございます。なんかちょっと複雑なテーマになっちゃったんですけど、私の中で夏って言えば、まあ海ですよね。海といえばいろんな生き物もいるんだけど、やっぱりこう人魚とかマーメイドとか、そういうの可愛いじゃないですか。なので、まあそれが一番にパッと思い浮かんだんで、それをしていこうと思います。では行きましょう。では今回は私の左耳につけていきたいと思います。今左耳すっぴん、何もついてない耳でございます。本当はね、両耳した方が可愛いのは分かってるんですけど、今ね、耳に開けたトラガスが肉ガチャになってて、ちょっと嫌な感じなので、触りたくない。なので左耳だけでいきたいと思います。ではこの下に向かって順番につけていきたいと思います。まず一番上につけるのがこちらでございます。やっぱり泡って言ったら丸っていうイメージですよね。まん丸の球体のレジンかな、これクリアな可愛いピアスでございます。ボディピアスで14ゲージのサイズをしています。透明に合ってるんですけど、そこの方に色がついてて、角度によって見えたりクリアに見えたりっていうような仕様になっております。で、中の模様がね、星と月っていう、ちょっと今回のテーマの夏とか海にもね、ちょっと違うかなって思うようなものなんですけど、色がすごく夏っぽくて可愛いなと思ったし、頑張ったら星は人手に見えなくもないし、月はこれ三日月だから烏帽子ナマコとかナマコに見えなくもないなと思ったので、まあ、今回この2つを使っていきたいと思います。続きまして、その下はこちらです。じゃーん。なんか雪だるまみたいな形をしておりますが、こちらはファッションピアスでございます。これね、開けると、中にシャフトが入ってて、で穴が開いててってこう差し込みするタイプのピアスなんですけど、両側がねどっちから見ても可愛い球体がついているので、どの角度からも楽しめるピアスだと思います。で今回のテーマの泡っていうのが丸だから、まあこれぴったりだなと思ったし、色がね2色ついててクリアとオレンジなんですけど、今回はこのクリアを前にした感じでつけると統一感が出ると思うので、そう使っていきたいと思います。さあそして次は一番上と2番目につけたのと同じピアスの柄違いなんですけど、上の2色と交互になるような形でつけていくとバランスが取れて可愛いなと思います。さあそしてお次はまたこちら。こちらはねちょっとさっきのとは同じ種類だけど形は違います。3番目につけたやつは両方ともが丸っこいのがついてたんですけど、今回は片方がキラキラで片方が丸っこいのがついています。でこちらもクリアというか白に近いキラキラなので、まあ、全体的な統一感はすごく出ると思います。さあ、そしてラストのロブにつけるのがこちらです。じゃーん。貝殻の形をしてるピアスです。これは引っ掛けるタイプになってます。これはね、実はめちゃくちゃ古いんですよ。私がね、中学生ぐらいの時に買ったピアスなんで、一周回ってまた貝殻人気出たみたいな感じでね、まだまだ使えるなと思ってます。ほとんどね、使ってないんですよ。夏っぽいデザインだから夏ぐらいしか使えないじゃないですか。で、ファッションピアスだから結構ね、取り外しをするので、そんなに毎日使わないし、意外と綺麗く保ってます。完成でーす。いかがでしょうか？泡だからってとりあえず丸っこいものつければいいと思ってるだろうって言われちゃいそうな気もするんですけど、でもそういう統一感って私すごく好きなんですよ。で、泡って言ってもいろんな大きさとかね、色とかがあるかなと思ったので、大きさも交互に入れてみたりして、パッと見た感じ、いっぱいついてる丸いのが、みたいな感じになってます。で、人魚といえば泡とやっぱりね、ブラジャーについてる貝殻ですよね。ということで、一番下に貝殻のピアスを持ってきました。でも全体的に色は白とかブルーに統一しているので、もうめっちゃ夏って感じですよね。これで耳から夏気分を味わえるかなと思います。はい、ということで今回はリクエストにもいただいていたコーディネートをしてみました。まあ、季節が夏ということで夏にちなんだコーディネートをしたんですけど、夏って言ってもね、海とかマーメイド貝殻とかそういうの以外でもお祭りとかいろいろねジャンルがあると思うので、みんなそれぞれ夏のコーディネートを楽しんでもらえたらなと思います。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。